三菱石炭工業大夕張鉄道線三菱石炭工業大夕張鉄道線は北海道夕張市にあった日吉水卓駅と大夕張炭山駅を結んでいた三菱石炭工業の鉄道路線である三菱大夕張鉄道大夕張鉄道線などと略称される九百十一年明治十四年開業の大夕張炭鉱専用鉄道清水沢から 南大夕張の経営主体が三菱豪資三菱工業として変わった後炭鉱の北部開発により延長され1939年昭和14年に三菱工業株式車線清水沢から大夕張炭山として地方鉄道に改組、開業した1950年昭和25年には美梅鉄道株式会社の吸収により 三菱工業大夕張鉄道となり、1956年、昭和31年6月国鉄との連絡運輸の生産を、美梅鉄道との併合生産に変更、三菱工業大夕張鉄道線となった。沿線炭鉱の石炭輸送や、夕張岳山麓から森林鉄道により運び出された林産品の輸送に活躍する一方、道路が未整備だった。 昭和30年代後半まで沿線住民にとっては、貴重な足であった。その後炭鉱の経営主体の変遷により1969年、昭和44年10月には、三菱大夕張炭鉱株式会社、1973年、昭和48年12月には三菱、石炭鉱業株式会社に譲渡され、相次ぐ閉山、合理化により1987年、 昭和62年7月に廃止された。鉄道員運転管理課の専用鉄道時代の詳しい運行状況は不明だが、夕張機関庫に所属する機関車が入線し、残された写真から7200型や9030系、9050系等が入線し石炭輸送に当たっていたことがわっている。自衛運転開始、地方鉄道課後は9200系。 9600系 C11 型が混合列車や貨物列車の牽引に活躍したが1973年昭和48年には国鉄 DD13 型と同等の車型 DL55 型が導入された。保存目的を別にすると日本の私鉄で旅客営業に蒸気機関車を用いた路線はここが最後であった。機動車を導入したことはなく 廃線まで機関車が、客車、貨車を牽引する方式だった。混合列車は1967年時点では1日、7往復、うち1往復は、区間列車、1987年、昭和62年の廃止直前時点では1日3、また運転されていた。当期、客車暖房には、ダルマストーブが使用され、人気を集めた。他に数本の貨物列車があった。 全線廃止直前時点での運賃は、初乗り40円、清水沢から南大夕張間が60円で、北大阪急行電鉄と並ぶ日本一の低運賃であった。1967年12月1日、1987年7月5日、全駅北海道に所在、接続路線の事業者名、路線名は本路線廃線当時のもの、戦後、 北海道内の地方鉄道でもバス事業の兼業が進んだが、同線については三菱工業社内で検討の結果、同社ビバ鉄道事務所が担当することとなった。1987年に廃止されたため、およそ20年余りを経て、沿線の変化は激しい。国道の防災工事や現在進行中の夕張、シューパーロダム建設工事の影響もあり、鉄道の痕跡は、 確実に消滅しつつある。清水拓駅郊外の大夕張丹山駅方にあった転車台跡には、シューパロダム建設に伴い大夕張地区、鹿島から移転した住民のために集合住宅が建設されている。清水拓、園、ホロ館にあった武道山トンネルも国道の防災工事により消滅した。東ホロ駅舎もすでになく、駅前には、 北端園ホロ炭鉱の事務所であった建物が残るだけである。園ホロ、南大夕張間の園ホロ下別川橋梁も、橋台、橋脚ともきれいに撤去されており、東ホロ駅の郊外側線扱いだった北ひし線には石炭積み込みのポケット、ホッパーの基礎が残っている。南大夕張駅跡には、三菱大夕張鉄道保存会により、 客車や石炭貨車などの鉄道車両が保存されている。これらは2001年に空地の炭鉱関連施設と生活文化として北海道遺産として指定されたのに、か2007年11月30日には経済産業省より近代化産業遺産として認定された。2014年3月4日から夕張シューパーロダムの試験炭水開により南大北 大夕張、鹿島地区の廃線跡の大半は水没した。南大夕張里北の廃線跡に並行する国道は2011年12月に振動に切り替えれ、旧道はダム工事の専用道路として利用されていたが、これも水没している。以下は水没前の状況である。青葉トンネルはシューパーロダム停滞建設に伴い国道迂回路となり拡幅使用されたが、 大夕張ダム管理事務所横には、崩落多いが、当時のまま残っていた。シューパロコ駅跡も、階段と土台が残っていたが、明石町駅跡前後には、比較的鉄道の痕跡が多く残っていた。清志水拓駅方には、明石沢、八号橋梁、大夕張丹山駅方には、朝日沢橋梁が残り、明石町駅跡にもホームへの連絡地下道の跡が、残っていた。 千年町駅北の廃線跡は水没を免れている。住民が集団移転した大夕張地区、鹿島にはダム工事のプラントが設けられたが、千年町駅跡の痕跡もない。大夕張駅跡もコンクリートの基礎が確認できる。大夕張丹山駅跡も背後に残る、ずり山の存在がかつてここに炭鉱があったことを伝える。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。